アキ、いい加減話してもらうぞ。妙な世界から取ってきた材料で調合したヒートというドラッグ、そいつをブレイズに持ち込んで分不相応の力を手に入れて、とうとうヤクザにまで手を出して、ブレイズは、いや、お前は何をするつもりだ。いろいろ調べたじゃねえか。いいぜ、あんたが戻ったら話をしてやる約束だったしな。答えは簡単、けじめをつけるためさ。けじめだと？俺たち新生ブレイズは明日にでも戦を仕掛けるとか、最大のチームケイオスにな。お前当然だろ。あいつらを皆殺しにしない限り新生ブレイズは始まらねえ。あんただって憎んでるはずだろうが。確かにケイオスはでかい、俺らの数倍はいるだろう。だがこのヒートがありゃ雑魚も同然。あの武闘派高羽組の組員すら簡単に叩きのめせたからな。アキ、てめえどうだシオさん、そろそろ戻っちゃこないか。あんたがケイオス狩りに参加すりゃ士気も上がるだろう。なんだったらリーダーの座だってあんたに返してもいいんだぜ。断る。へえ。アキ、お前だって本当は分かってるんだろう、あいつが敵討ちなんか望むようなやつじゃねえことを。龍崎一馬って男の器のデカさを。あんたがそれを言うんじゃねえ。逃げたあんたに一馬さんを語る資格なんざねえんだよ。もういい、話は終わりだ。弔い合戦の刀らしにこの手でぶちのめしてやる。上等だ。カズマに代わっててめえの目を覚まさせてやる。やめろ！なんだてめえら。ああ、クラブの前で見かけたガキどもかよ。おい、やめろって言ってんだろ。先輩を話してください。先輩だ。そういや、森宮学園だったか。
なんかのつてで透かした学校に入りやがったとは聞いたが、てめえらこいつの何なんだ。なんて殺気だ。手を出すんじゃねえ。またそんな力が。よそ見してるんじゃねえ。てめえの相手はこの俺だ。どうして。なえたわ。お前、あんたには失望したが、これで心残りはなくなったぜ。ケイオスとの戦争は明日のつもりだったが、気が変わった。今日中にケリをつけてやる。待て、アキヒロ。あばよ、シオさん。せいぜいあんたは指をくわえて眺めてるんだな。ここは。先輩、起きたか。大丈夫ですか先輩。意識が戻ったのならひとまずは安心でしょう。せっかスタッフだね。あれだけボロボロだったくせに。3年の高畑くんだよね。骨折とかはしてないみたいだから安心してね。あ、湿布の替えを持ってくるけど、無茶したらダメだからね。そうか、俺は助けられたんだな。カッコつけといてなんてざまだ。先輩、ここはどこなんだ。ここの江神社っつって、俺のじいさんの家っす。ここなら簡単な手当てくらいできると思ったんで。気づいたようじゃの。あ、宗介先生。夜分に突然申し訳ありませんでした。いや、気にせんでくれ。袖振り合うも多少の縁というしの。それにこの菓子は後日我が孫に稽古で返してもらうつもりじゃ。なんでだよ。おかしな連中だ。世話になった、じいさん。後日改めて礼に伺わせてくれ。ひょっとして犬。ダメですよ。次あいつとやり合ったら。幸い頑丈なのが取り柄だからな、ブレイズを。もう時間がねえ。今夜でケリをつけてやる。お前さんもそのアキヒロとやらと同じじゃな。己のみで全てを背負うなどおごりに過ぎぬ。未熟者が陥りがちな思い込みじゃ。そのアキヒロとやらも同じ心境ではないのかね。見たところ体の芯もふらついておるようじゃ。せめてあと一時は体を休めておくがいい。俺は言わんこっちゃない。とにかく先輩、もう少し休みましょう。まったく脳筋すぎるでしょ。おごりか。
少しは落ち着いたっすか。ああ、やっと調子も戻ってきたわ。ったく、お前たちにはつくづく無様なところを見せるな。そうかもね。もう、ゆうきくん。ブレイズですが、あとはご存知のように、私たちなら異界の力、ヒートに対抗できる手段があります。あの不思議な武器のことか。確かにソウルデバイスならアキヒロってやつの力もなんとか抑え込めそうだな。でもあれ、異界の影響がある場所でしか出せないんでしょ。で、そうか、アキヒロってのがドラッグを使ったらいけるのか。ええ、その周辺ならば、本当なら話は分かった。お前らが俺よりブレイズをなんだが、それでも俺はその役目を他人に譲るわけにはい。高畑先輩。カズマって人のためか。ああ。ブレイズは、俺とカズマが立ち上げた居場所だったからな。物心ついた時には孤児院にいた。そこで出会ったカズマってやつは、俺にとって兄弟以上の相棒だった。俺以上の体格に度胸も根性もあって、面倒見も良かったから、孤児院じゃガキどもみんなの兄貴代わりだった。だが、そのうち孤児院でえげつない虐待騒ぎがあって、カズマと俺は院長を叩きのめして事件を明るみにして、孤児院を飛び出た。それから死に物狂いで二人で働いて、なんとか生活を軌道に乗せるうちに、似たようにはみ出しちまった連中の面倒を見るようになっていった。それが、ブレイズの始まりだ。くだらないいじめや一方的な暴力、金に汚い社会、ずる賢い大人たち、そんな理不尽さに負けない炎を抱き続けられる居場所、それが俺たちのブレイズだったんだ。チームが大きくなった頃、とか最大のチームケイオスが一方的な抗争を仕掛けてきた。森宮への進出を防ぐため、俺たちは何度もそれを退けたが、ある日明宏が隙を突かれて人質になっちまった。カズマと俺は二人だけであのガード下におびき出され、数倍以上の挟み撃ちにあったが、なんとか返り討ちにすることができた。そして無事明宏を取り戻したと思ったその時、血迷った相手のリーダーがナイフを構えて突っ込んできた。そしてそれは明宏をかばったカズマの体に深々と突き立った。カズマ、カズマさん、返事をしてくれ。嘘だ、嘘だ。その後、俺は抜け殻のようになってブレイズを解散させた。何の縁か森宮学園に編入して、それから一年半、過去を全て捨てたつもりだった。だが秋にとっては何も終わっちゃいなかったんだろう。それはブレイズの復活とカズマさんの敵討ちですか。ああ、カズマを死なせたのが自分だと思い込んでやがる。いつその異界ってのに取り憑かれたのかは知らねえが、分不相応な力を手に入れて、周りが見えなくなったに違いねえ。これで分かっただろう。こいつはあくまで俺の役目だ。カズマの代わりにあのバカ野郎の目を覚まさせるのも、元リーダーとして、ヤクザに手を出しちまった落とし前をつけるのも、どんな力を持ってようがお呼びじゃねえんだよ。
なんか理不尽極まる論理なんですけど。高畑、いや潮先輩、あんたちょっと頭が固すぎるんじゃねえか。何？じっちゃんも言ってただろ、自分だけで全部を背負うなんておごりに過ぎないってな。何かをやり遂げる必要があって、それでも手に余りそうならなんで助けを借りないんだよ。それはこっちだって、この森宮でこれ以上騒動は続いてほしくねえ。得体の知れないドラッグなんざ万が一でも出回ってほしくねえんだ。その鍵はブレイズと秋広、あんたの昔馴染みが握っている。だが今の俺たちにはそれにたどり着く道が見えてね。だから力を貸してくれ先輩、代わりに俺らはあんたに力を貸す。それならどうだよ。コウ先輩、ま、論理としては破綻してないんじゃない。ことは一刻を争います。お互い目的を達成するためにもこだわりや矜持は一旦置くべきかと。ったく。ブレイズが本拠地にしていた場所がある。町外れにある何年も前に使われなくなった廃工場。大規模な喧嘩をするなら最後の準備をしているはずだ。そんな場所が。いいだろう。お前らの力改めて貸してもらう。俺と秋広の最後の決着に付き合ってもらうぞ。おう、任せてくれ。
をお求めかな。またどうぞ。どうした？そんじゃあな。毎度あり。おっと、どうした？そんじゃあな。
わってるんですね。ヤクザの一件、知らない連中も結構いるってことかな。どうやらブレイズの気配はなさそうだな。間違いねえ、アキたちは廃工場だ。準備ができたらすぐに向かいましょう。話は以上だ、てめえら。幸いケイオスの連中は今夜揃って集会をやっている。リーダー、幹部、下っ端ともども一人残らずぶち殺してやれ。マジで今日これから仕掛けるっすか。その予定じゃ明日だったんじゃ。文句あんのか。いえ、でもヤクザも本格的に動き出したって話ですし、さすがにやりすぎたんじゃ。ヤクザごときに今更ビビってんじゃねえよ。ヒートを使えばヤッパだろうがハジキだろうがおもちゃみてえなもんだろうが。それともなんだ、俺の命令に逆らってあの場所に落とされてえか。そんなどうやら本当に見失っちまったみたいだな。
んまりダセーマネしてくれるなよ。これでも俺はあんたを尊敬してたんだ。あれだけ完膚なきまで俺に叩きのめされたくせに、無様な真似をさらそうってんじゃねえだろうな。そのまさかだ。あ？悪いが助太刀させてもらうぜ。義を見てせざるは言うなきなりです。まあ荒事は任せたよ。素人相手に気は進まないけど。情けねえが、薬と人数の班ではこれで埋めさせてもらう。だがアキ、お前とやるのはあくまで俺だ。来い、相手になってやる。なんだこいつら。ダンスクラブで妙な真似はしてくれたが。どうやらいいお仲間を手に入れたみてえじゃねえか。あんたもようやくブレイズを完全に捨てられたってわけだな。まさか。その量は。やめろアキ。その名で俺を呼ぶんじゃねえ。いいだろう。だったら最初に血祭りにあげてやら。アキーノさん。さあ何もかも。アキ、まずい、このままじゃ。こりゃ、アキ、こいつは千秋先輩の時と人を起点とした異界か、異界ドラッグの過剰摂取。リーダー。みんな。ええ、了解です。ああもう忙しいな。植物みたいなのに覆われてるけど。そうか、こいつが異界ドラッグヒート。おそらくその材料を調達して